まあ、一般の通常では、プロジェクションマッピングという手法でして、我々は、リームペインティングという名前で登録商標をさせていただいています。どういったものかといいますと、通常、プロジェクターで投影する場合はですね、平面であるとか、それとか決まった方向でしか打つことができないんですが、この我々のシステムでは、いろんなところの角度からプロジェクターが打つことができますし、一番の特徴はこの凹凸のある面に打つことができるということになっています。こういったところの、凹凸面のあるところに打つことによって、まあ、今見ていただいたように直発光しているように見えたりですね、ボコボコしているのが、二次的に 3D に見えたりとか、そういったもので皆さんの目を引く商品になっています。どういったことで使われているかといいますと、まあ、こういった、展示物として扱われたり、プレゼンテーションに使われたり、それとあとは、大きな建物に移してですね、そこに広告を出したりということで、皆さんの注目を引くアイテムとして使われています。最近は、地方の活性化で、地方の名所のある建物のところに移し出して、そこの人集めとしても使われています。あとは展示会であったり、舞台のステージのバックでこういうものが使われて、特徴のあるものとして使用されています。